はい、今日は4月12日夜、時間はもう時間が7時ちょっと回っています。お店は6時に閉店して、歩いてお店から9店舗のスーパー松本のところにやってきました。で、今日は一番最後の取材になります。何を？あ、どうやろう。あ、ここ開けといた方がいいですかって言うとはる。夜本当は8時に閉めるけど、ありがとうございます。はい、そんなこんなでちょっと店の様子をご紹介します。処方箋していた時のこれが入り口だったんですけど、外から行くとこんな感じでいいです。カーテンで中見えないんですけれども、今日は解体工事屋さんが来られているので、最後の最後、商品お片付けになります。最終のゴミです。もう使わなくなった暖房も捨てます。こういった形で脚立がいっぱいで、全部今回撤去になります。今まで松本さん長いことありがとうございました。終わります。最後までご視聴どうもありがとうございました。新しい松宮局の情報はこの動画右下の概要欄に記載しています。ぜひよかったら見てください。チャンネル登録もまだの方でしたらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。